はい、羽田空港から飛行機乗って13時間、13時間中12時間しか寝れなかったんで、まだ眠いです。トルコの空港に来たんですけど、人めっちゃいます。いろんな国経由地になってるから。でもそれにしても多いよな、日本人少ないってそりゃねでしょうね。朝7時、トルコの空港。朝7時ですけど、外は真っ暗です。すごいよね、こんな暗いのね。で、ここからマルタ島へ向かいたいと思います。まだホテル取ってないんですけど、ガクトさんからおすすめのホテルは聞いているので、そこに向かいたいと思います。現場からは以上です。はい、ついにマルタに着きました。無事入国。特にトラブルもなく。なんかドイツ経由とかだとね、ビジネス目的とかそういったもんじゃないとなかなかトランジットも難しいって聞いてたんですけど、トルコ経由は全然問題なかったです。僕らもビジネス目的なんですけどねとりあえずホテルに向かってます。はい、ついにホテルチェックインしました。マルタホテルジュリアーニ。ガクトさんからですね、おすすめのホテル、ここいいんじゃないかって勧めてもらったホテルで、景色が良さそうだって言われたんで、とりあえず撮ってみたんですけど、すごいこの景色やばいね。これここでシーサスったらパーフェクトだね。うわー最高最高、ここでシーサスいたいね。早速その準備をしたいと思います。シーサタイム。何してきたんだっけ。本の打ち合わせに向けたコンセントレーションみたいな、こう集中タイム。ホテルの人に、いやどうしても部屋でこの景色を見ながらシーサを吸いたいんだと言いました。チェックインからまだ30分、見てください、シーサ準備できました。シーサ機材はね、自分たちで持ってきたんですけど、この炭をね、あのノースのオリジナルチャコールをね、ライターとかじゃ火つかないので、ちゃんとしたキッチンかバーナーがないとできないんですけど、それもホテルですぐ用意してくれて、この超絶景を前に。最高のノースのシーサを味わえてます。いやマジこれ多分今日、マルタ島で一番いいシーサを僕吸ってると思います。マルタ島最高、ノース最高、そしてやっぱガクトさんの選ぶ力すげえなーって思いますね。ガクトさんありがとうございます。最高。マルタ島のガクトさんの借りてるお家に行きたいと思います。